長、今更ですけど怪我人と早苗を一緒の病室にするのはまずいんじゃ。インフルの合併症って言わなかったっけ。コロナじゃあるまいし大丈夫よ。それに私の作った薬を投与したんだもの。何も問題はない。つまり早苗もモルモットにされたと。というわけでメイリン、もろもろの作業をいい感じになる早で頼むわ。ええ、そんな急に言われましても。別に寝てた罰ってわけじゃないぞ。いや寝てた罰ですよね。昨夜が帰ってこない以上がっつり動けるのお前だけだからな。マリサさんもずっと暇そうじゃないですか。またどっか行っちゃった。門番はガキルノに兼任させればいいし。頼むわ。いやいやいや、いい感じって何？なる早ってどういうこと？もしかして昨夜さんポンコツ呼ばわりされてる裏でこんなふわっとした指示をいつもこなしてたの？やばい。一点たりともできる気がしません。昨夜さん早く帰ってきてー。以前の動画を見たいやつは動画説明欄かこの画面から見に行くといいぞ。よかったら高評価チャンネル登録もしていくのでー。